滑りやすいなこれ。確かにペースゆっくりですね前。うん、でも滑るよこれめっちゃ。滑るってやつかな。おお、なんか素振りっぽい。すげえ。どうもー。あ、うわー、なんかすげえ滑れそう。おお、滑れそう。ウェイウェイ、わあ。これはもう和田さん案件ですね。ええ、和田さん。いやー。海に来たぞ。海だ海だ海だ。昔この左側がキューピーでしたね。自転車。あ、いいですか？すいません。ありがとうございます。いや、いい感じの海沿いの道ですね。ブランコ乗りたい。お、大丈夫か。渋滞かと思う。そんなことはない。奥まで行っちゃいます。ちょっとここで写真撮れるようにバック駐車しましょうか。ああ、いいですね。はい、はい、よし。ちょっと目が覚めそうな感じだね。よーし、よーし、来たー。あれ、楽しそうです。来たそうなのかな。え、ね、あ、え、そうなのかな。なんか路面の状況的にはそんな気がします。全くわからない。
行きましょう、うん、はい、油断大敵です。もうタイヤ縦に使うの、いや当然じゃないですか何をおっしゃいます。ちょっとでも曲がってたでしょ。そうだよ、ダメですよ、絶対に倒しちゃダメですよ、バイクは。男気ありますね確かに通りましたね、今のところ。そう、ようやく今ので記憶が、はい、そして目もバッチリ覚めています。そして石井さんが消えた。はい、消えました。います、います、うん、インカムで大体の距離が分かりますするぞ。なんか落ちてるな。なんだこれ。水筒だ。水筒か。水筒が落ちてます。誰かの水筒が。これってこの先行くと多少がれてるんですか。あら、もう覚えてない。お、滑り、あーやだ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 、避けようがないんだけど、やだ、汚れるのが嫌だ。もう汚れてるけど、
対向車。対向車。しかしこの木の枝が狭いから痛い痛い。テントを撤収できるじゃないですか。そうですね。我々大体ねタイムアウトしてますからね。そう。大体もう抽選会も終わっちゃう。もう DNF 多いですからね。そうだって去年初めてゴールシーン写真撮ってもらえてくるんですよ。一応ゴールはしましたかみたいな。早めたから。ああ、そうか、スキップしたからね。そう、そのまま。そうあれ、キューピーはとか言って言われたと思うんですね。何のことですかみたいな。舗装になってるからほぼほぼまたリエゾンに入りますね。そうですね。ここを往復させて海を見させるためだけに、そう。CP をあそこに置いたのかな。かもしれません。そうですか。もう小川翔太郎のいつもの山坂道にするにはちょっと怖すぎる。じゃあやっぱ若さんのコースに行って練習ですよ。このどこまでもどこまでも頑張るぞ。どっち行ったら入るんだ。こっちの方が入るのか。まだまあこっちの方が入るでしょうね。人里がありますからね。あ、入った入った。入りました。なんならしますよ。代行でお願いします。すいません。じゃあ118番。ちょっと待って、はい、さっきのやつに戻すにはどうしたらいいの。CP2 チェック前の画面に。ああ、もう一回ね、あれを読まなきゃいけないってことかな。あ、いいですか。じゃあちょっと。アフリカツインに今、あれを URL を。